捜査依頼よ。え、うちの学校の女の子からよ。インターネットで悪口を言われているから助けてほしいって。よし、じゃあ今からその子の家に行くぞ。あー、来たわよ。メッセージをくれたのはあなたね。そうなんです、こんなことになってて。何これ？ SNS のメッセージグループでいじめの相談してるよ。もう私学校に行けないです、怖い。ちょっと待ってよ。私たちが何とかするから。よし、まずは聞き込みからよ。ラジャー。ちょっと聞きたいんだけど、これについて何か知らない？わかりました。 SNS でシカトをしようと言い出す人がいて、断ったら逆に自分がいじめられそうで怖くて。悪いことだからと頑張って断っていれば、彼女もあんなに思い詰めずに済んだと思うわ。ええ、もっと勇気を出すべきでした。ごめんなさい。あんまり深刻に考えずにゲーム感覚でやってしまいました。へこんだらそれでポイントゲットみたいな。なんだと？ゲームだと？遊びだと？ティーン！最低最低！ペペペペペ！最悪！なんでこんなこと思えるの？むちゃくちゃじゃん。もうやだ。そんなことされた相手がどんな気持ちになるかって想像しなかったわけ？ごめんなさい、ひどいことをしたと思って後悔しています。言い出したのは私でした。ちょっと悪口を言って気分を晴らしたかっただけのつもりで書き込んでいくうちに、どんどんエスカレートしていって、思っていた以上に彼女を傷つけてしまった。自分がいじめを呼びかけた自覚ある？本当に悪かったと思っているの。できるなら彼女に謝りたい。一度書き込んだらそれってずっと残るし、それに乗っかってくる人だっている。だから言われた人はずっと傷つき続けることになるのに。 SNS のいじめって、その子はもちろん、その子の友達や家族まで傷つけることになるのよ。そう、だからいじめがバレた後でごめんとか言われても、気持ちはそう簡単には治らないよ。捜査報告は以上よ。それにしてもみんな SNS での書き込みを軽く考えすぎね。普通に暮らしててもマナーとかエチケットって大切なのよ。ネットだって同じだと思うわ。ああ、今日はスクール探偵団始まって以来のきっつい日だったね。ちょっとお腹すいたね。ワクドとか行く？ねえ、あなた、一緒に行かない？え、でも、私…今って何でもネットで共有するじゃない？だからあなたのその辛かった気持ちも私たちと共有しようよ。そうそう、ポテトとか頬張りながらぶっちゃけトークとかどう？はい、行きます。お腹すいたね。お腹すいた、ポテト食べたい。スマホや SNS で遊び感覚で誰かを傷つけるなんて絶対ダメ。便利だけど、だからこそ使い方をもっと注意深く考えなきゃ。 SNS だと知らない人のことを知ったような気分になってしまいがち。それも気をつけようね。 SNS の情報を信用してもいいか、信頼できる人に確認してみるのも大事なこと。スマホや SNS は誰かを傷つけて
嫌な気持ちにさせるためじゃなく、お互いが優しい気持ちになるために使おうよ。いじめするなんてかっこ悪い。そんなダサいことするなんて絶対に